資料をお持ちください。おはよう。今日はソロライブよろしくね。私のプロフィールとスクールアイドルの好きなところとスクールアイドルになる方法とおにぎりの握り方を冊子にまとめてきたの。もちろん私上手に話せる方じゃないし、こうやって冊子にまとめた方がみんなにも見てもらえるかなって思って。どうかな。ありがとう。もちろんあなたの分もあるからね。私やスクールアイドルに興味を持ってもらうためにもパフォーマンスもしっかりやらないと。緊張してないわけじゃないけど、伝えたいことはちゃんと伝えたいな。頑張ってくるね。皆さん、今日はソロライブを見に来てくれてありがとうございます。私の歌は届きましたか？ありがとうございます。嬉しいです。今日ソロライブを見に来てくれた人はきっとスクールアイドルが好きな人なんじゃないかな。皆さんの中にもスクールアイドルになりたい子や、何かを表現してみたい子、何か好きなもの、得意なものがある子がいると思うんです。でもスクールアイドルのなり方がわからない子、本当にできるか不安だって思っている子もきっといると思うの。そういう子に向けて私が知っていることを伝えたくて。私自身一人でちゃんとライブができるんだろうかってすごく不安だったの。でもこうしてみんなの前に立つことができて本当に良かった。やってみて良かったって思ってます。だからスクールアイドルに興味を持ってくれる子がいたら怖がらずに一歩前に出てみてほしいって思います。あとおにぎりの握り方も一緒に練習できたら嬉しいです。今日はよろしくお願いします。緊張した。これで大丈夫だったかな。本当スクールアイドルに興味を持ってもらえたかな。